でます。異常なテンションにびっくりなんですが、ふぅー、よし行きますか。行こうか。ちょっと近いんすよ。お、今日は近場で楽しみですね。毎朝ね、こう行ったことないところに行って食べたことないものを食べる。お、右初ルートだね。リクルートリクルート初ルート、発音がちょっとリクルートっぽかったね。初のルートです。何何何、また狭いところから行くな。おう、ニャコがちょっとびっくり。ですね、今日天気がいいっす。あ、左です。よいしょ、数字攻めます。どうぞーって、はい、譲り合いやで、譲り合いですね。カレーの匂いがね、すごいカレーの匂いする。白雪何が？ああ、ヘアサロン、バー、美容師、バーバーかな。読めなくないですか今。フェードラインじゃない？ね、ほら。フェードラインではないで、ヘアサロンの方を読んでたから。ああ、そういうこと。読めないのかなと。いや、まずは何なのかっていうね。一緒なんかも。ヘアサロンじゃないかなと思った。ああ、そう。はい、皆さん、おなじみ、カリーハウス、エベレストでございます。まあ、正しくは、エベレスト、カリーハウス、マキシ店。いつもダルバートをね、お世話になってますね。ありがとうございます。皆さんもぜひね、ダルバートを食べてください。なるほどね。ちょっと買ってきますわ。これ取っていいですか？はい、すいません。これ昔ながらのポーク卵ですね最高。あ、じゃあコーラもお願いします、はい。あれめっちゃ買ってん。買っちゃいますよ。行きましょうか。戻って食べましょうか。はい、近いから な, な、ね、一瞬で着いたからびっくりしたほうみたいな。いや、マジで昔から知ってたんですよ、うん、もう15年6年前から知ってて当時僕ここ桃源寺っていうバス停がここにあるんですよ、うん、で今ドンキホーテのところがオーパーだったんで、うん、そこにうちの店入ってたからここ通ってたんですよ。ああ、そういうことね。その時見てた、うん、15、6年経って今日初めて海に出ました錦屋ありがとうございます。行こう。帰ろう。 BM 仲間が来た。ここ本当だ。ついていきましょう。ついてたらダメか。でもすごいおしゃれでした。あれだ、あれあれだ。この前ゴーちゃんが言ってた翔平さんと同じブランドの、メーカーの DM だった。何だったっけ、
ハワイローズ。沖縄にも通な方はね、いらっしゃる。気をつけて、坂を一気に登ります。招き猫。どうした？我々泥除けついてないもんでね。うん、あ、そうだね。水たまりが天敵なんですよ。そう。背中が汚れますよ。さあ食べましょうか。はい、福屋の店員の朝飯。はい、本日はこちらになります。はい、タタ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 タ、リアクションなし、カレーライス正解です。こぼれちゃってるからね、これ、うん、やっぱ運転するときどうしてもこうグラグラなってしまうのがちょっと課題ですね。このままだとウーバーできないですね。あのウーバーの人たちがさ、背負ってたのリュック使ったりしょ。なんですか、ちょっと冗談っぽく言ってますけど、あれかっこいいですよね。あ、全世界のウーバーの人敵に回した。えぐー、この人。だってなんか大きいの背負ってるのなんか口を開けば良くないみたいなね、おっしゃってたのでね。口を開けばディス。あ、ありがとうございます。どうぞ、口を開けばディス男さん。はい、ディスり男。あれかっこいいですけどね。はい、乾杯。お疲れです。乾杯。ちょっと待って、あのね、渡すときさ、そう、あー、ちょっとこのほら飲み口を、お、触ってるし、触ってない、触ってない、触ってないし、もう絶対今触ってたの。いただきます。口を開けば愚痴だな、マジ。親切で、開けてあげて。最高。いよいよ。開けてあげてやったのに。食べるよ、もう。はい。昨日ずっと夜中調べてたんですよ。うん。近くに何かないかな。で、この前通った時にあそこ開いてたじゃないですか。うん。その時間。行ってみようと思ったら、なんとこちらのカレー、350円。350円、安い。最高でしょ。350円でこれが食えるなんて。そうだよね。よくテレビとかでね、これがじゃあ1200円みたいな、安いっていう芸能人いますけど、うん、本当に安いかそれ。1200円は安くないよ。本当そうですよ。お、見て、じゃがいも、人参、お肉、めちゃくちゃ家庭の味の感じする。これそうだよね。俺が、そう、何、匂いがもうそれだ。俺がよく言う、あの日本のカレーとか。あ、そうそうそう、あ、これがこういうことなんですよ。こういうことですね。スパイシーカレー食って日本のカレーとか、そば屋のカレー食って日本のカレーって言ってる意味がわからない。これ、なるほど、これだと納得できますよ俺も。いただきます。はい、うん、うまいけど、うん、日本のカレーとはまたちょっと違うと思う。あ、そうなんだ、細か、あれ丸い、
丸い。何がどうなる？味が丸い。味が丸い。多分ね。めっちゃ優しいわ。さすがカレー博士。なんかね、丸い。バターとかそっち系の。まろやかとは違う。まろやかさ。まろやか。なるほどね。うまいです。でこれコロッケも買いました。コロッケも買ったんだ。コロッケは1個60円でした。はい、コロッケカレーに。カレーとコロッケはね合いますから。来てください。コロッケうん、うまい。うん、野菜の味がめちゃくちゃするコロッケ、うん、うめえ。うまそう。見てカレーと。カレー食って、コロッケ食って、福神漬け。え？福神漬け、うん、今言えてなかったし。言えてた。後で確認してください。うまい。美味しそう。いただきます。はい、いただきます。じゃあ、よっしゃ。なんか、うん、ちょっと俺さっき自分で食べてて、うん、あんま手応えなかったんですよ。手応えこの動画的に何か流れてんなって思ったんで、ちょっと期待してます。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、ニュータケシさん入ります。ニュータケシ、いただきます。はい、ですね、テンション手で、テンション低いのに気を取られて手で食べてるの気づかなかった。ネパールとかインドスタイルですよ。ダルバートスタイルだ。熱くないですか？熱くない。ちょっとだけ熱いけど。やばこの人、変な人がいる。うま。え？うま。うまい。あ、美味しい。え、日本のカレーじゃない？日本のカレーっぽいですよね。うん、でもまだ俺には分かんない。まろやかとか。あの、うん、日本のカレーって言っても、うん、各家違うじゃないですか。うんうんうん、だから多分うちが、うん、違うだけかもしれない。あ、そういうことね。はい、これどうですか、家で食ってたのと近いですか？もう全くそのままです。あの母が作ってくれたのと、あと妻が作ってくれたの一緒ですね。馴染みのある家庭のカレーって感じします。そう、うん、で確かにあのネパールのダルバートだったり、上原パーランさんのねあのカレーだって全然違います。それはわかる。それわかります。うん、でもこの前全然一緒って言ってましたよ。うん、一緒というか家庭の味だよねって言ってましたよね。あれはなん、どういうことなんですか？あれはちょっとでも似てたじゃん。え、確かにトロトロしてたよね。あの片栗粉が入ってて。蕎麦屋のカレー。蕎麦屋のカレーか。うん、味は全然違うよ。なんか似てる、こっちの方が。なスパイスカレーじゃないけど。まあ似てるって言われたらこっちが似てますけど。そうだよね。厳密にはそう、細かく言うと確かに似てないんだよね。カレー博士から全く違いますね。なるほどですね。これはマジで家庭の味のカレーに近くて、だけどちょっとあのあれかな、言い方にお気をつけてます今。うちはもうちょっとドロッてします。まあそういうことね。はい、これサラッてしますよね。あ、サラッとしてる。サラッとしてるから僕はまろやかっていう表現にしたんですね。ああ、あのさ、学校の頃の給食のやつ、あ、すっごいもうなんだろう、ドロドロしてますよね。うん、あれか。うちはそうじゃなくてもうちょっとこれより固め。もっと。だからルーの量だと思うんですよね。うん。あ、これがわかんないですよ。カレーのルー使ってるかわかんないですけど、家だと。だいたい半分入れてもう1個2個足しちゃったらもうドロドロになるんで、逆に少なかったら薄くなるんですよ。サラってなるんですよ。どうぞ。なんかさ、あの勝手な偏見かもしれんけど、はい、日本人が手で食べてる絵ってなんかあれじゃない？汚いっすよね。うん、やっぱりでも似合ってますよ。似合ってる。インド人、ネパール人に近づいてますか？いや、なんかそういうことじゃないでしょ。わかる、はい、言いたいことわかる。誰があのなんかちょっとみそぼらしいじゃん。なんかもうがっついてるみたいでしょ。あ、そうそう。じゃあこれいただきます。おい、喜い。基本なんか手で食いますもんね、なんでも。うん、なんかお店とかでも天ぷらとか手で食うじゃないですか。うん、あれやめた方がいいですよ。
あ、俺が、はい、俺なんか手で食うじゃないですか。ポテトフライとかも手で食べません。手でしょ、ポテトフライは。だあれやめた方がいいですよ。え、ポテトフライなんすか。ポテトとかなんかコロッケとか唐揚げとかちょっと手で持てそうなやつ箸使わないで手で食うじゃないですか。あれやめた方がいいですよ。あの俺多分持たないよ絶対。いや持つ持たんだろ。持つから俺これ今言ってるボケじゃないです。あ、そうなんだ、はい、だから無意識にそう無意識に手で食ってるんですよ、箸があるのに。音よ。あのさ、そうだよ、音くちゃくちゃ食べてる人いるじゃん。はい、まあ失礼かもしれないですけど、やっぱりあの、ね、ダルバート食べてる時ネパール人の方々みんなあくちゃくちゃ食うんだ。別に嫌と思ってないんだろうね。ああ文化の違いなのかな。あ、それだったらそばとかラーメンとかすするのは日本だけですけど。あ、そうだよね。外国人からしたら俺もあれすするの音嫌いなんで。あ、そうなの。はい、俺はすすらないで食べますよ。人の音嫌いなんですよ、その今の飲んだ音も。あ、言ってた、あの、あーもう嫌だ、あーもう嫌、まあ、ビール飲んだ後のあーもう、まあ、わからんでもないけどマジで嫌なんですよ。もう嫌なことだらけだよ本当。でもさ、あのさ、YouTube とかで動物たちの、あの咀嚼音めっちゃいいよね、あれ。あの犬とかが餌食ってるやつ、あれめっちゃいい、あれずっと聞いてるよ。お、静かに食ってる。もういいですか、長。はい、はい、コロッケ紹介させて。確かに野菜の味がします。コロッケにカレーつけて。あ、うまそう。うまい。で、流し込む。これ、洗っていい。ダメでしょ。ダメダメでしょ。お、なんか、いいですね。そうやって、ボケをやってくれて、うん、何か取れ高を作ってくれる姿勢いいですね。そうだよな。はい、じゃあね、美味しいカレーを食べて今日も一日頑張ろう。それではニュータケシ、それではさよなら。さよなら。なんか長いな。おい、くち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 。あ、もう